はい、こんにちは。どうも、今日もよろしくお願いいたします。子供たちが隣ではしゃいでます。てかさ、あれじゃない、俺顔痩せたと思って痩せましたね。てか体もシュッとしましたよね。そうそう、どうしたんですか最近。動かないとやっぱさ、芝居がね、前が言うけど、はい、ちょっと食事制限をし てしてるんですか。あんま食べないですけど、なんかあれですよね、出会った当初は撮影後とかにラーメン食いに行ってたり、それをやってたら太るから、はい、あんま食力食べない。偉いじゃないですか。でも本当にダンタンマジでイケメンだったのがもっとイケメンになって、痩せないとなんかさ顔に出ちゃうから多分くらい。あれ、イチローさんは顔に出るタイプですか、それとも体に出るタイプ。顔に出るの。なった。そう、年齢重ねる。今さ、ヒロノさんも頑張ってるじゃん、はい、ダイエットで、はい、見たこの映像。昨日見たんでしょ。僕ごめんなさい、見てない。見たら138キロの体重が昨日129キロかな。お、10キロぐらい痩せてる。1ヶ月でね。やば。そう、頑張ってますね。頑張ってるとかすごいよ。毎日スイングして1ヶ月間で休んだら1日だけど、すごっ。食事制限して。じゃあ市場さんも何かやってみますか。みんな誰でもやればできるんですよ。はい、いや本当にすごいと思いますね。でも継続してやることが大事だね。はい、今までこうやって、動画を撮ってきて、いろんな質問がありました。で、いろんな方々にもちろん教えてきたんですけれども、今後もそういうことを続けていく中で、お返事が欲しいですよね。そうね、だからこの間のちょっと投げ方というか、はい、家でできるトレーニングをやって、実際そのやった中での感想どうだったか、はい、でそれに対する返答によってさ、俺も勉強になるし、はい、そう、その子たちもどういう風になったのかっていうのも知りたいしさ、はい、だその過程を知りたいですね。確かにそうですね。なんでやっぱりあれですね、この動画の中でも YouTube でも皆さん見てると思うので、はいはい、ぜひぜひコメントとかでもいいんでね。そうね、コメントで例えば よかったです、まあ、簡単なこと良かったですとかさ、はい、もっとこういう風にしたいんですけどどうしたらいいですかみたいなのがあれば、はいね、もっともっとその、まあ実は会ってなくても、はい、指導はできるから、はい、確かにそういうのやりたいね。いや YouTube チャンネルでもコメントが最近めちゃくちゃ多くなってきてるので、はい、なんかすごいいいコメントをしていただけて、はい、やっぱありがたいですね。あのこんにちはですね、はい、いやいや、なんでぜひぜひもう遠慮なくコメントだったり、ね、意見だったり全然そこから抜粋させていただくかもしれないし、そのまま使わせていただくかもしれないし、はい、もう遠慮なく、まあ、多ければ多いほど嬉しいので、はい、はい、遠慮なく、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、はい、もう今日はその告知でした、はい、はい、よろしくお願いします、はい、では、はい、どうもありがとうございました、はい。